皆さんこんにちは、ようこです。いよいよ夏競馬も終わりで9月、秋ですね。8月は4週のうち2週で的中することができて、お天気がちょっとお荒れでしたけれど、まずまず良い夏を過ごせたかなと思っています。先週はボートレース企画でボートレース桐生で船券対決をしてきましたので、ご興味ある方はご覧いただけると嬉しいです。さて今回は4日日曜日に新潟競馬場で行われますサマー2000シリーズの最終戦、第52回 G3 新潟記念の予想です。今回も過去10年のデータから気になる馬を探していきましょうね。勝ち馬は前走が 1800m か 2000m に集中しており、それ以外の距離では苦戦しています。また前走からの間隔が4週から8週間で出走する馬に好成績が集中しており、函館記念や七夕賞、小倉記念からここに向かってくる馬たちの相性が良く、その一方で休んでいたり間隔を詰めて使っている馬にはあまり向かないようなデータが出ています。馬券の傾向ですが、一番人気はわずか1勝したのみで、単勝5倍以内でもかなり厳しい成績。上位人気は2番人気から4番人気までわずか2回ずつしか馬券に絡んでおらず、ハンデ戦とは言うもののひどいと言いたくなるくらいに荒れています。そのため2桁人気は7回も馬券に絡んでおり、3連複の万馬券は9回、3連単は10万以上の配当が8回、そして100万円以上の配当が1回出ており、毎年のように高配当が連発していますが、その一方で単勝が50倍以上にもなってくると成績は一気に落ちるので、人気がなさすぎる馬ばかりに手を出しすぎるのは得策ではないみたいです。続いては一押しの馬をピックアップ。データからの一押しはファントムライトです。前走とその前の天皇賞は大きく離されての2桁着順ですが、コメントを調べてみると枠の振りをもろに受けての距離ロスが響いたようです。それらを除けば 2000m の重賞では必ず馬券の圏内に入っています。そして鞍上の内田騎手はデムーロ騎手を抑えて今年の新潟芝 2000m の連帯率はトップ。1ヶ月前から札幌記念を見送ってここに照準を合わせており、去年の3着馬という実績もありますので注意をしておきたい一頭です。そして私の一押しは、悩みましたがダコールにしました。今年はすでに5走もしてもう余力がないという声もあったり、8歳馬は全く馬券に絡んでいないというデータが出ていますが、8歳馬はほとんどが2桁人気の馬、単勝10倍以内ですとただ1頭、7年前にエアシェイティが58キロを背負って4着に食い込んでいました。またダコール自身も芝の 2000m では安定して走れており、追い切りがさっぱりで不安な部分もありますけれど、最近は優秀な上がりタイムが続いていますし、去年のパッションダイスに続いてデムーロ騎手があっと驚かせてくれることも期待したいので一押しにさせていただきました。それでは買い目です。本戦の馬券はこのようにチョイスしました。そして抑えは馬単の流しとその折り返しで勝負しようと思います。ボックスで安全策も狙いたいとも思いましたが、ボックスでもなかなか狙いにくいレースになりそう。ここ7年続けて1着と2着のタイム差がありませんから、最後まで目が離せない戦いになりそうです。皆さんはパドックなども見てじっくりと検討してくださいね。それでは皆様の馬券的中しますように。チャンネル登録やコメントで応援をしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。